張しすぎたんですけど、今日は正直緊張より、あれ？え？決めてやる？正直今日の方が緊張してます。彼は今日の、僕は今日のがワクワクしてます。昨日よりもラウンドとかで複数僕の方は確かに多いですし、昨日最後って思うと悔いの残らないような感じなんですね。それはそうです。なんかさ、俺なんか始まった時さ、仕事まで未来ずっと先のことだなって思ってたけど、分かるよ分かるよ。でもなんか気づいたらもうさ、8月になってさ、5日のイベント終わってさ、でもどんどん終わって、気づいたら未来っていう。そうね、まず8月5日に僕たちはね、それに向けて頑張り続けて、なんかあっという間だったもんね、8月5日。そうですね、イベントもあっという間だったし、はい、あっという間にもこのエビライの日が来てしまって、いやだからもうなんか最後かって思うよね。確かにね、いろいろとね思うことも回るけど、でも全力を出し切ってね。で今日はね、なんといってもねチーム B の、昨日はチーム A のプルサイドを披露したんですけど、今日はねラウンデスマイウェイが、ラウンデスマイウェイを、ちなみにトシーのなんつうのパートみたいなとこないの、見ておきたいっていうパート。俺はですね、感想で、はい、ダンスブレイクがあるんですけど、そこでなんかちょっとアクロバットみたいなのをみんなするんですけど、あるね、あるね、一番かっこよく飛べてる自信がある。お、ではちょっとだいぶ前に、多分ね、広いステージだったらもっとうまくできると思う。そうね、そしたらね、ソッシーとね、このパートに注目して見ていただけたらと思いますね。思います。僕たち、エビコネクスト、最後まで頑張ります。頑張ります。その度胸に憧れるわ。これ以上、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 これ以上